金の卵と言われた時代に何も知らない子供が東京に働きに出た。親父は何も言わず、おふくろは欅の陰で泣いて送ってくれた。15歳の寂しい春だった。知り合った人と若いからと反対されながらも一緒になって娘が生まれた。25歳、幸せな春だった。ふるさとで一緒に遊んだあの友は、思い終わったあの人は、今も元気でいるだろうか。話してみたいなあの友と、会ってみたいなあの人にいつか帰ろう。ふるさとにいつか帰ろう。ふるさとへ。こんな男と一緒になって、頑張り屋で優しかったお前が先に行ってしまった。まさかと思った。娘と息子は独立して、孫が4人、残りの人生楽しく生きようと75歳の春に思った。ふるさとは育ててくれた。ふるさとは支えてくれた。ふるさとは俺を覚えているだろうか。国を出てから60年、戻ってみたいなあの頃にいつか帰ろう。ふるさとにいつか帰ろう。ふるさとへ。